それじゃ始めますか。よし。今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。わっ。戦闘開始。なんとかいい感じに戦えたってばよ。どう、カカシ先生。正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。ああ、完成はもうすぐってところだろう。おっしゃー。まったく大したやつだよ。カカシさん。出雲？連絡があります。どうした？サルトビ・アスマさんが亡くなりました。アスマ先生が？詳細は5代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんでどうしてアスマ先生が？カカシ先輩。ああ、とにかく五代目のもとに急ごう。ナルトくん。あのさ。悪い、俺ちょっと用事があってな。話はまた今度だ。用事？カカシ先輩。ああ。
ああ、ようやく解放かよ。たく、ニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の逃げを逃がしちまったじゃねえか。なあ、カグゼ。なんとか言えよ。付き合いきれん。さっさと木の葉に向かうぞ。おいおい。大体そんなに逃げが欲しいのであれば、木の葉で好きなだけ狩れば済むこと。おお、そういやそうだな。あの無神論者どもに邪神教を知らしめてやるぜ。熱心なことだ。準備できた？行くよ、捕まる。ああ、待て。どこへ行く気だ？まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん。アスマは死んだ。今のお前らは三人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か。お前らしくもない。犬死にしたいのか。俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんて毛頭ないっす。ただ。ただなんだ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。成長しろ。忍びには死がついて回る。時には受け入れがたい死もある。しかしそれを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは三人だ。正体は4人いればいいんですよね。カカシ。第10班には俺が隊長として同行します。それでどうですかね。お前止めたところでこいつら行っちゃいますよ。だったら俺がついていけば監視役にもなりますし。しかし。なに、無茶はさせませんから。気にしろ。どうも。ナルトの方はいいんすか。なに、俺はもうあいつにとっちゃ用済みだ。ま、それに今は別の隊長もついてるしな。さて、それじゃ第10班出発しますか。感謝するぜ、カカシ先生。
の計算じゃこの先で奴らと遭遇する可能性が高い。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんなしっかり覚えておいてくれ。わかった。なるほどな、了解した。激しい戦いになる。みんな気を抜くなよ。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ近いな。暴れて暴れて暴れまくって、邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。まずはそいつをぶっ潰さねえとな。デイダラの話だとなかなかの強さらしい。油断するな。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。ヒドン。あ、そう何度も同じ手にかかるかよ。出てこいよ、そこにいるんだろうが。お前はあの時の。なんだなんだ、もしかして弔い合戦のつもりか。しかもたった一人で。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろヒダン、あいつ何か策がある。策だ、んなもん関係ねえよ。弱いもんがくたばる、どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな、今すぐにやってやるよ。アズマ、見ていてくれ。ジャシン様、見ててくださいよ。こんなやつ、あっという間にぶっ潰ししまいますから。作戦成功だぜ。てめえ。ふん。このガキや。
よし。何がよしだ。俺と格図を切り離しただけじゃねえか。お前の相方は俺の仲間が相手をする。援護は誰も来ねえぜ。んなもんいらねえよ。てめえなんぞ俺一人で十分お釣りが出るんだよ。加賀先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても必ず倒す。なるほど、俺とヒダンをばらけさせたか。あの小僧なかなかやる。そして俺の相手はお前たちが務めるわけか。そういうことだ。1対3。この判断は正しいぞ。何せこの俺は強いからね。この葉か。お前らの額当てを見ると、一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す。あの初代火影はな。何？え、それじゃあ一体何歳なのこいつ。お前たちに昔話を聞かせてやってもいいが、あいにくとそんな暇はなくてな。さっさと決めさせてもらう。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くとやられるぞ。はい。気を抜かずとも結果は変わらん。お前たちは今日ここで終わる。後ろだよ。こいつは何？これで残りはもう一人だけだな。ふう、よし、すぐに鹿丸の応援に向かうぞ。はい。残念だが、そううまくはいかん。だが、ここまでやるとは思わなかった。さすがはこの葉の忍び。そんな、手応えはあったはずなのに、なんで普通に動けるの？本当の不死か。いや、それは少々違うな。俺は5つの心臓をストックしていてね、それらを全て潰さぬ限り倒れんのだ。なぜそれを教えるか分かるか。これを教えたところでお前たちと俺の差は埋まらないから。いかんともしがたい圧倒的な力の差はな。こんなのどうすれば。このままではまずい。さて、そろそろ刈り取らせてもらうぞ、貴様らの。
だいぶ修行も終わりに近づいてきたな。もう一度やってみるってばよ。いや、そこまでにしておけ。ばあちゃん？どうしたのですか？わざわざこんなところにまで。うん、実はお前たちに任務を持ってきた。任務？しかし、僕たちの任務は代わりにさくらたちが。今回の任務はお前たち、特にナルト、お前が最も遂行できる可能性が高い。俺がどういうことだってばよ。詳しく聞いてみる必要がありそうですね。え、じゃあ鹿丸たちが暁のとこに。ああ、そこでお前たちには奴らの援護に回ってもらいたい。いけるか。ああ、任せといてくれ。暁は俺の真術でぶっ飛ばしてやる。よし、それでは今すぐ向かってくれ。事態は一刻を争う。はい。